こんにちは、速稼塾の久保です。暗号通貨だいぶ全面的に安値が止まらなくて、その要因の一つとしてですね、どこか中国の1700億円ぐらいの大富豪が破綻して、そこが世界中に影響してですね、こういうふうになってるんだっていうことがありますよね。なくはないと思います。それも原因の一つだと思うんですけども、でも私が思うのはね、それも一つに過ぎないかなと。それだけで全部が片付けられる問題じゃないかなと思うんですよね。でも1700億円ってすごい金額ですけども、でもこの暗号通貨の全銘柄を押し下げるほどそんな金額ではないかなと思うんですよ、今となってはね。だって1700億円って1兆円にも満たないわけですよね、当たり前だけど。そうなってくるとビットコイン一つでも吸収できそうな金額なんですよ。多分思えるのは、そういうニュースもあるし、そのニュースが次々と話題が話題を呼んで、で資金をねどっかに預けてる人、投資家さんは、やっぱり一旦それを現金にしておきたいなっていうところなんじゃないかなと思うんですよ。ドルとか円とかにしておきたいな、法定通貨にしておいて、また落ち着いたらね再購入するってとこじゃないかなと思うんですよね。これは結構理にかなっていて、どう言っても下がり始めてるって現象がありますから、どんなに否定しても。じゃあ下がり始めてる、下がりっぱなで資金を引き上げといて、そしたらもっと下がりますよね。で寝頃のところで引き上げた資金で再購入すれば、逆に1割とか2割増しで資産を保有することができるわけですよ。だから下がったところでこの辺で売った金額で全買いすれば、また上がってきて、結局は前持ってる時よりも資産勘定大きくなるって話ですからね。だからそういうことで出したり引いたり出したり引いたりを繰り返すことによって、ずっと資産を積み増していくと。だから結局今回のその暴落も収まった後は、今回の暴落前以上に値段をつけるってことがね考えられると。要するに高値切り上げ、安値切り上げってものの、そこに真相があるのかなと思うんですよ。だからそう考えるから、私もこの暴落なんて暗号通貨の中ではね、今までもよくありましたからね。ただしよくあったことなんだけども、本当の暴落で、はいもうちょんちょんですよみたいなこともあるかもしれませんよね。それも覚悟してないといけない。例えば私がずっと見ているカルダのエダなんですけども、今235円まで落ちちゃったんですよ。一時期350円に迫る勢いだったのが、つい最近のことなんですよね。2、3ヶ月前でしょ。それが今235円で200円切るんじゃないかなってところまで来ましたけども、私の腹のくくり方っていうのは、100円になってもまだね大きな含み益だから慌てることはないかなって感じなんですよ。逆に今の段階で235円つけてるのも、なかなか上がってきたよねって感覚ですよね。もともと 0.2 円からいってるわけですから、 0.2 円からプレセール終わって、2円とか3円とかになってきてね、その時点で100倍なわけですよ。2円とか3円になった時点で、ね、そっからまた100倍なんで、1万倍くらいになってるんじゃないかなって感じですよね。でそういうふうな感覚なんでね、そういうふうな感覚なんで慌てる気持ちは全くないですね。ただやっぱり、この金額以下で買わないとなかなか厳しいよっていうところがなかなかできなくてね、ちょっと上がってる途中で買っちゃった人っていうのはきついかもしれないですね。例えばビットコインを500万以上で買っちゃった人っていうのは今含み損なんで気が気でないかと思いますし、イーサリアムもね30万ちょっと超えたあたりで買った方っていうのは、シビアだと思うんですよね。でもやっぱイーサリアム 2,3 万円で買える瞬間も結構長い間ありましたんでね、そこで買った人からしてみると、今は全然儲かっちゃってるからいつ資金引いてもいいんだけど、とりあえずお金がすぐに必要ってこともないからそのままほっとくけどねみたいな形になってると思うんですよ。ビットコインもそうですしね。そういうふうに続いてるのかなと思うだけですよね。言いたいことはね、結局投資の世界に入った時、その瞬間から全部損失を出しても仕方がないと思うぐらいの腹のくくり方が根底にないとね、このお金をなくさないようにするため、そして増えることがもう当たり前なんだと思ったら、これはねちょっとした下落に精神が追いつかなくてね、すぐに損切りしちゃったりとか、慌てふためいちゃったりとか、ひどい時には値動きが気になってね、ちょくちょく見たりとかね、イライラしちゃって他の人にあまり優しくなれなかったりとかして、生活まで壊れちゃうことになると思うんですよ。だから何でもそうですけども、生活資金がね20万30万確保できたら、余剰資金でこういうことやんないとっていうのは、今更私がねくどくど言うことでもないんですけどね、
だからやっぱりこう狼狽のほとんどがやっぱ生活資金をそこにかけちゃってるってことなんですよね。これはもう未来永劫変わらないんじゃないですか。資金の薄い人が投資でお金を増やそうとすれば結局そうなっちゃうんですよね。資金が薄いもしくはないんだったらビジネスでお金を稼いで余剰資金をいつでも作れる状態にしといて投資の世界に入っていくっていうことで、例の金持ちさん貧乏父さんのあの4つのポジションですよね。エンプロイヤーからスモールビジネス、ビッグビジネス、インベスター、この経路をなくして積み上げなくしてインベスターの道はないんじゃないかなと私は思うんですけどね。一部いきなり投資で成功する人もいるからそこがクローズアップされて自分もみたいになっちゃいますけど、それは一部の天才ですから。投資の天才が最初から投資でうまくいくんですよ。ほとんどの人はね、私も含めて凡人ですから、やっぱり公式通りに積み上げて少ないリスクで少ないリターンを積み重ねるところを、まあ、自分の実力にしていって徐々に抱えられるだけのリスクに対して、恩恵リターンを得ていくっていう感じでね、10円出して10円稼ぎに行くっていう段階から100円出して100円稼ぎに行くって段階に行って、で1万円出して1万円稼ぎに行く、まあそういうふうにちょっとずつ積み上げていくと精神的にも精神衛生上もよろしいんじゃないかなと思いますよね。やっぱりね、投資といえども100万単位で投げるっていうのはこれもうね普通の人じゃできないことですよ。だからそれをやってるってことは普通の思考じゃなくなってるんで、ちょっと用心した方がいいかなと。成功者とか金持ちの思考になっちゃってるんで、だからね、根拠のない自信っていう言葉ありますけども、根拠はあった方がいいし根拠がない自信はすごいね危険ですよね。私はそう思いますね。はい、じゃあ失礼します。